そう、ひ、ひ、いいですよ、全然大丈夫。いいね。20歳過ぎて辞めました。次は仕事の話ということで、うんうん、なんか騙されたなこれみたいな、はいはいはい、ってありました？ありますね。なんか初めは映画の話だよみたいな話だったんですけど、よくよく聞いていくと、そういう AV 出演のお話だったっていう、危ない危ない危ないことがありました。そんな AV でオファーじゃなくて、はい、なんかそのそういう露出が多い映画なんだけれども、その露出の部分はカゴさんじゃない、違う体でやりますっていうの で、うんうん、で20代前半の時はあんまりそこまで深く考えてなくて、若いうちに出せるものは出しとけみたいな考えもあったんです。なんかまあ大丈夫かなみたいな思ってたんですけど、うん、結局はそれ AV 撮影だったみたいな、うん、で契約もしてなかったんで大丈夫だったんですけど、後から聞いてうわよかったと思って、うん、なんか直感がありそうだから、直感ですよね。直感で生きてます。だからその時にその人の表情の最後の顔があっと思って、あこれ違うと思って調べてもらったら違った。よかった、よかった、よかった。それかな、うん、騙された。騙されてますよねそれ。騙されてます。ひどい人って、ね、ひどい人いるんですね。騙されたことありますか？騙されたっていうか、うん、よくこんなことないのにっていうのは週刊誌とか、ね、あるじゃないですか。でもそれいちいち腹立っててもしょうがないから、うん、まあいいやって思うんですけど、うん、ある大物芸人の誰もが知ってる司会者の人が、うんうん、この間ねラジオで、はいはい、さあ、うん、あざとい元祖って言われてとか、あざとい元祖、俺が昔若い時に CM の撮影してたら、うん、見学したいんですけどって来て、うん、で来たら、うん、広告代理店の人たちに、うん、そのネクタイ素敵ですねとか言ってそういう美美人みたいなことして、で次の CM 撮影の時は、うん、俺の隣で出てたんだぜみたいなことを言って、それがネットニュースみたいに上がってて、はい、でそれは違くって、うん、私はもともと出演予定で、うん、別に見学も何も言ってなくて、うん、先に撮影を終えて、はい、その後、はい、見させてもらってたっていうだけなんだけど、うん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 、その大物芸人の人はただ見学してただと思って、なるほど、そういう風に過去が変換されちゃってて、いやでそういうのが出てて、はい、でそれを友達とかにひどくないとか言うと、ネタにしてもらってよかったじゃんとか言って、誰も共感してくれないんですよ。確かにそれがもうなんだろう、もんもんしちゃってでも分かるな、分かるな、分かりますよ、分かった、なんかニュースで出せれるくらいあるからいいじゃないとか言われるんだけど、これ違うよみたいな。あとは本当の時と全然違う時、この違いの時に本当にムカつくんですよ。これは本当だからちょっとこれは言えないなみたいな時もあれば、これは本当に違う時にちょっとだけ合ってたりとかすると、うん、ここだけ合ってるみたいな、あーなんか分かります、書き方的な感じで、ね、10書いてて1個は合ってるけどあと9は違うんだけど、違うんだけどっていう、その9言いたいみたいな、言いたいけどどこでね、どこで誰に言うのっていうモヤモヤ感、モヤモヤ感、特に今の時代はなんかその喋、ね、ったことがこう切り出されて難しい、ね、この間面白かったのがちょっと変な、うん、違う話なんですけど、うん、そのタレントさんが言ってる会話じゃなくて全然違う人の写真でその人があたかも言ってたような感じになってて、ある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 、何あるね、それでもう一個面白かったのが、本当にあのネットの方気をつけてください、私カゴアイなんですけど、うん、私の写真で辻のぞみたいな、いやカゴアイだわみたいな、失礼すぎるわみたいな、それは本当にもうブログ自分のブログで違うわって言ってた、ちゃんと知らないわ、名前違うわ、それひどいね、それひどいですよね、そう失礼だわみたいな、いやーねー、はい、もうでも面白いですけど、まあいっかーってなるか、まあいっかーってなるんですけど、それぞれ逆に騙されたみたいななります、うん、してやられたぜ、してやられた、わざとですかねそれ、絶対わざとですよ、わざとですよね、絶対わざとですよ、青い感じ、悪意感じました、もう
や、しかもいいことなのに私の名前じゃない そういう時に限ってやるから、そうひどいひどいひどいでもらいました。うん、やりたい放題に ね、やりたい放題に ね、そうですよ ね本当にやばいことって多分出ないですよね。逆に出ないですよね多分ね。はい、じゃあ続いて、うん、はい、これがおすすめストレス発散法ってことで、なんか先生おすすめの発散法ありますか？やっぱ自分が好きなことをするのが、うん、一番ですよね。何が好きか、でも心の声ちゃんとよく聞いてらっしゃる方だと思うので、うん、本当ですか？聞いてない方だったらもうそこから教え込まないといけないんですけど、もうなんか加賀さんの場合はもう分かってらっしゃるので、好きなことするとね、あと動物とかに触れる会うと結構どうしました？感じですね。私、さっきも話したんですけど、野生動物が大好きで、そうなんですか？そうなんですよ。もうだから毎晩あの野生動物のドキュメンタリー見て、あーって癒されて寝るっていう。私下調べ本当にしてないですよ。言ってないもん。言ってないですよ。本当に聞いてないですよね。びっくりしちゃった。本当に占いの結果ね。前回そうなんですよ。ライオンの動画見て、それでもうなんかあのインスタグラムとかもおすすめが動物しかどんだけ癒されたいのとか。すごい。でも私のなんかストレス発散なんだろうなと思って、うん、はい、好きです。たまに動物園とか行くのも好きなんです。あ、そう、そんなに好きです。先生、なんか動物やった多分象だったと思う。そうなの？象なの？多分象だったんですよ。はい、象でした。あ、歩いてました、あそこの歩いてました、はい、気持ちが分かるんで象だった。13回目だそうで、はい、前回ね、はい、多分この世に13回目だと思ってるので、13回目が象だった、はい、あ、いや、全部象、全部象みたいな感じで、2回目ぐらいが象で、一番最初多分葉っぱだったと思うんですよ。本当に葉っぱだったとは思うんですよ。それでここ隠したい、もう葉っぱ絶対葉っぱだったと思う。でやっと多分10回目ぐらいから人間としてやってきて、何かを犯して、はい、13回目でいろんな13回目であれだと思うんですよね。出世早いですよね。すごいね。葉っぱから、ね、すごい。すごい、自分でなんとなく分かる。勝手にそうやってなんかそんな感じしてます。でも当たってるんでしょうね、きっと。感覚って絶対一番大事なので、一番すごい感覚、鋭い火の方、ハートの意味なのでね、持ってらっしゃるんだと。当たってますよ、多分葉っぱですよ、多分。絶対葉っぱでした。そう、覚えてる私、あの2つに分かれた葉っぱでした。ちょっとあれじゃない、見たら思い出したみたいな。三つ葉のクローブじゃない、双葉やつね、かごちゃんだったんだな。三つ葉ちゃんの葉っぱそこから生まれ変わったはずです。続いて、はい、子供がなんか恥ずかしいエピソード暴露されたとかって書いてあるんですけど、そうなんですよね。それがなんか私あんまり覚えてないんですけど、子供にはよく暴露されるというか、まあ子供に結構こう教えてもらうことがめちゃくちゃあって、で私多分子供産んで運勢変わってるっていう気がするっていうか、まあちょっと前までは嫌なことがあったらちょっとこう病んじゃうみたいな、病みもしないけど、こう落ち込みやすかった、うん、だけど、まあ、子供を産んでからなんか多分自分の役を落としていったのかわからないけど、なんかちょっと考え方を変えられるようになって、逆に子供のことを自分の親と思って育ててる感じにしたら、なんかこう日々を教わる、まあ、育ててもらってる、育ててもらってる、うん、特に長女が12歳なんですけど、めちゃくちゃ自立心があって大人っぽいんですね。その長女にいつもこう教えてもらってるみたいな感じはあるんで、で漢字とかも超書けなくて私がそれで娘に教えてもらってるっていう恥ずかしいエピソードは結構あります。そこくらいですかね。ね、変換で今出ちゃうんで使わないですよね。使わない、書けないですよね。全然書けなくなっちゃいましたよ。もっと小学校レベルでも分かんなくて、難しくて、この間の若いが書けなくて、若い、苦いって書けました。
惜しい。そうなんですよ。っていうことがね、結構こう子供に恥ずかしい言われちゃうっていうことがありますね。ずっと子供の頃からね、働いてたからね。そうですよね。そうですね。12歳から。忙しかったからね。そう。で、逆に今娘さんを出そうと思わないですか？あ、全く思わないです。はい。そうなんだ。娘さんはやりたいって言いますか？あ、あんまりないです。どっちかって言ったらなんかセットとかを美術したいみたいな。あ、そっち。裏方っていうか。裏方。すごい。将来やってもらう。やってもらいたくて、ね、でもなんか自分 あのグッズがあるんですけど、そのデザインを娘に描いてもらって、絵とか本当に好きなんですね。すごい大好きなんですよね。なんかそういうのでお手伝いしてもらったりとかしても、すごい、そういうのを外にも言ってないんで、そういうのを言った方がいいってことでしょ。今日初めて言ったと思ったと。ありがとうございます。売れますよ。買います。はい、娘がデザインしました。すごい。最近子育ての悩みとか、うん、そういうのはありますか？ありますね。なんか2人ともやっぱ男の子と女の子とで違うので、うん、なんか全然こう生き物が全然違いすぎて難しいっていうのと、 あとやっぱり子供ってこうなんか成長するにつれて子供じゃなくてこう同等になってくるので、特に女の子とかだと大人になっていくので、なんかそこの部分がこうぶつかり合うことが多くって、娘とは。で、私がなんかその勉強とかもちゃんとやってこなかったんで言えないんですよ。あ、勉強やりなさいって言えない。ママだってやってないじゃんってなるんで、そこでぶつかっちゃうみたいなことがよくある。そう、ママは 歌しかやってないでしょみたいな。まあ確かにそうなんだけど。確かになってなる。確かになみたいな。そうね。だからその娘とのなんかこう関係性っていうのはどうなんだろうかっていうのが、でも信頼って出てきてるんですけど、信頼、お任せして友達みたいに徹して、うん、良き友達、うん、パートナー、パートナーみたいな感じで、うん、もう対等に扱ってあげるのが一番いいんではないかなと思いますけどね。大人として見てあげて、うんうんうん、います。もう一個面白かったのが、息子がなんか僕が将来お金持ちになったら僕はママを買うねって言われました。ずっと買い取るって言われたんですよ。カゴアイを買い取るって。かっこいい。7歳の息子にこの間言われて、公園でえってなって、あ、じゃあお願いしますって。かわいい。なんかいつもこう仕事のメールとかやって、はい、こうなんかやってるといつもなんかこう忙しそうみたいな感じで映ってて、うん、自分のものにしたいから僕がカゴアイを買うって。かわいい。なんかちょっとかわいい。男の子面白いなって、ね。はい、そういうところがまあ全然違って面白いんですけど、ちょっとお仕事ね、ちょっと休んで僕に構ってよってこと、そう、多分そうなんだ。すごい。そう、面白かったエピソードでした。かわいい。やばいですね。やばい。そんな時あったんですけどね。16のおっさんなんですよ、もう息子が。あ、もう16歳。そうなんですか。でもおっさんではない。全然おっさんじゃない。でも16ぐらいになるともうそういう言葉に言ってくれない。言ってくれない。あ、そっか、そうなるんですね。16でひげ生えるの。ひげ生える。早くないか。みんなそれぐらいですよね。だいたい多分剃って、多分可愛い女の子の前では剃って見せないようにしてるから。そうですよね。そうって言ってました。そうなんだ。じゃあ今、噛み締めます。ね、今おかしくかもしれない。おじさんになっちゃうんだね。そういうふうに言ってても。ね、本当ですよね。でもおじさんになってもおしくしちゃうか。ね、多分おし。おしちゃうか。セルフプロデュースで何かしてることってありますか？なんか昔はやっぱグループでいたので、うん、なんかそのキャラを立たせなきゃいけないっていうので、私が思ってたのはなんかアイドルって細くて可愛くてっていうアイドルはもちろんそうだと思ったんですけど、自分はそれできないっていうのはもう確信してたので逆に20キロ太りました。それが面白いのが、私キティちゃんが大好きだったんですけど、当時ドラえもんとかああいうアンパンマンとか好きなものって全部丸いなと思って。あ、確かに丸い。いや、考えたことなかった。丸いなと思って、あ、
まあ、レイノってみんなから好かれるんだって思ってすごい発想ですよね。13歳の時に急激に激太りしました。それは自分でぽっちゃりしようって思って、まあ、食べたっていうのもあったし、まあ、忙しくて不規則だったっていうのもあるんですけど、それでもうすっごい60何キロ、そこから、どこにどうやったらそんな結果出たんですか？1日5食です。朝もう朝からずっと炭水化物取り続けて、でライブとかで多分2キロぐらい痩せるんですけど、また食べてっていうのをやって、それでぽっちゃり の、あのアイドルをやりました。そんなにそれも人気でした？はい、それが人気が出ました。受けたんですね、はい、おじさまたち。私全くそんな記憶ないかも。めっちゃ太ってます。カゴアイ激太りで、あのググってもらえると、こんなドラム缶みたいなのですよ。あのトドって言われてました。そっからまた痩せるの大変じゃなかったですか？その後次はちょっと病んじゃって、10代後半で心がナイーブになっちゃって、もう逆拒食症みたいになっちゃった。なくなった時ですか？はい、そうです。あ、でも火がね、だから極端なんですよ、ね、ものすごく、うん、火の人はそういう風になり、違う、タバコがラッキーアイテム。あ、タバコ、タバコの火じゃないですか？ラッキーアイテム、ちょっとラッキーアイテムじゃん。言っていいんですか？じゃあ、ね、ラッキーだったってことでいいのかな？でも思ったんで、好きだろうなって聞いてください。聞いてください。あれがあったおかげで、今もこうやって言えるんだと思うんですよ。いや、でも元気出るから、しょうがない。しょうがないですよ。あれがなかったら、ラッキーアイテムなんだから。じゃあ意味じゃない。元気になるの。めっちゃ意味じゃないですか。じゃあ、あれがなかったら多分普通に、多分芸能界にもそんな未練もなくなって辞めてたかもしれない。さすが。でもあれがあったおかげで頑張ろうって思えることが増えたので、まああれがラッキーアイテムだった。ラッキーアイテムですか？嬉しい。見るとそうだったってこと。前向きな。そうです。でも 目の前のね、現象だけ見て不幸だって決めないでね、はい、今人生長いんで、長い目で見た時にそれが良かったんですよ、はい、きっと、はい、ラッキーアイテムですから火だった。すごくびっくり。本当だ怖いじゃないって、ね、すごい。だから知ってたんです。もうその時から12歳14歳わかんないですけど、その頃から、はい、多分もう直感も自分にこれ必要とか分かってましたから。分かりました。すごい。その顔見て引いてもた、引いてもた。いいですよ、全然大丈夫。いいね、今日思い切ったね、なんか。全然大丈夫。何の銘柄捨てたって、はい、って言うんですけど、バージニアスリムっていう。あ、でも可愛い。なんか当時ね、なんか細いやつ、可愛いやつやから、ね、許してもう。でその後に赤丸にいたっていう。赤丸ボロ。赤丸赤だ。赤で20歳過ぎて辞めました。やめたんですね。それもでも根性ありますよね、うん、太ったり痩せたり、うん、そうなんですよ。だから極端なんですよ、ものすごく性格が、うん、すごい、やるかやらないか、うん、根性が、やっぱ火だから情熱ですかね。だから恋愛もそんな感じなんですかね、うん、私どうなんですか。きっとポーって燃えるんでしょうね、きっとね。燃えて感情でもあーって条件とかじゃなくて心でわーっていっちゃう感じですよね。でもいいですよね、うんうん、今お幸せですね。はい、そうです。だったらね、いいですよね、うんうん、やっぱ感覚でいった方が、うん、恋愛はもう全般に幸せだと思います、うん、あー、うん、条件とかで行かないで、そうです、直感で、直感でいった方が絶対幸せになると思います。女性特に。あ、女性は第六感を持ってるので。あ、持ってるんですね。そうです。匂いが合うとか、は、居心地がいいとかで、ありますよね、そういうの、うん、確かに確かに、うん、心当たりがたくさんあるので美しいので、はい、でもあるなんか声のトーンとか、うん、あ、ありますね。あります、あります。だけが気になるやつ、うんうんうん、違うなとか、うんうんうん、感覚大事ですよね。感覚大事ですよね。あと温度の感じとか。温度、はい、その人の体感温、体感温とか、その人から放つなんかエネルギーの、その人の持つ熱ってこと。熱、それは結構私感触派ってことですね。あ、そうですね。なんかこうなった時にあったかい人はやっぱ合うです、うん、あと食べ物の趣味が
合う人は合うです、うん、あ自分でありましたね、五感でどこが強いかで、はい、感覚でも、うん、ね、あれますね、聴覚が強い感じですよね、きっとね、うん、そうかもしれない、ね、うん、多分なんか、多分感覚とかですよね、うん、その、うん、そうですね、五感でもね、はい、確かにあるあるですね、面白い女性あるあるなんだ、女性あるある、男性にはないんですか、この子、いや、どう男性、でも男性なんかちょっとこうね、仲なさそうじゃないですか、こうちょっとスタイルいい人に騙されたりっていう、なんかちょっと可愛い綺麗な、そう、なんかちょっとね、好きですよね、そんなね、薄っぺらいですよね、なんか、ね、ね、なんか単純でわかる、私たち12人ぐらいこういっぱい、そうそうですね、ですけど男性の方はなんかもうさらっと1枚みたいな、ペラペラのミルフィーユの上の粉ぐらいのふって置いたらピョーンってと、ね、すぐどっちかいって感じですよ ね、 ね、ちゃんと見てない、薄っぺらいですね、バッサッとわかる、はい、そろそろ占い、占い今日、あ、占い、はい、これ、これあれね、あ、やっていただけるんですか、ありがとうございます、やってもらいたいです、ね、やってもらいたいです、いや、ぜひ、何かこの自前鑑定では金運とかお仕事で見させていただいたんですけど、はい、見たい運気とかってございますか、